じゃあ始めましょう。はい、はい、まあ、今回 VR の作品を、うん、デブを発表しますけれど、はい、まあ、この企画になぜ参加したのか教えていただけますか。なんかそのボツになってお蔵入りしているシナリオがないかって言われた時に、あの本当にアンという作品を作った後に、2本ほど脚本まで書いてんですけど、あの結局映画にしなかったものがあったので、あ、こういうものが世に出ていくそういうチャンスだと思うと、まあ、あの迷わずそれを、はい、差し出しました。こんな風にして撮るんだっていう、こう登場する自分としてもあの発見がいろいろあって、はい、新しい、何もかもがこう新しい自分には体験だったので、うん、これをあの映画はね、やっぱりお客様に見ていただいてそれをどう思っていただけるかっていうのが一番着地点だと思うので、これから見ていただけるのを楽しみにしたいなと思います。この VR の作品を見て、うん、まあ、この物語をこういうふうに、書いていけばいいかもしれないとか、そういった発想はありましたか。この物語に関して VR の作品を見て違う角度から見れたりはしましたか。うんうん、そうですね、なんかもっともしかしたら、この「オーデブ」という作品がアニメーションとして展開していくんですけど、なんかあそこにこう川瀬直美の森があったように、過去からいくつかの作品の木々があるので、そういうものにスーッとこう入っていくと、またそこに新しいその映画、私の映画の VR がこう展開するとか、そうするとなんかこの森が、これまでの私のフィルモグラフィーの森みたいな風にできると思ったので、そういうものもやってみたいなとは思いました。そうするとなんか川瀬直美は一体何をこう映画、これまで作ってきた映画の中で一貫して多分共通するテーマがあるはずなんですね。で、私自身はいつも時間というものを、テーマにしているつもりで、映画、映像っていうのは先ほども言ったように過去を今に持ってこれる、うん、そして未来を作ることもできるという、もう本当にもう一つの人生のような、うん、ことだと思っているので、なんかネガティブな人生でもポジティブに変えることができる、でその文化として芸術としてそれを見た人が自らのその行動を少し変容させるというか、あの一歩何か前に向いて進むこともできる、そういうものだとは信じているので、なんかそういう時間をこう、どのように、まあ、それぞれの映画で表現してきたかみたいなことは、あの VR だったらなんかできそうな気がして、うん、はい、いいですね。で、オーデブを映画化する機会があったら、うん、もしこの VR の作品ができてなかったら、うん、あのなんていうか違う風に作っていたかなとか、そういったあの考えはありますか。はい、この VR の作品ができたことによって、はい、この物語を違う角度から見れたとか、そういうのはありましたか。うん、そうですね、その多分もう少し脚本で、まあ、映画化しなかった理由の一つには、リアリティをまだ自分の中で持てなかったというか、主人公そのものにもうちょっと息を吹き込まなきゃいけないなっていうふうに思っていたっていうのがあったので、今回の VR を見て、そのアニメーションなんですけども、まあ、こういったキャラクターの人が俳優さんで、出会えて、でそれでまたその風景、実際のリアリティのある風景とも出会うことができると、もう少しブラッシュアップしていけるんだろうなというふうに客観的に思いました。うん、面白いキャラクターだとは思いました、このオーデブの主人公はね。うん、いつもやっぱり社会から太ってるがゆえに、こうあまりいい、その待遇を受けられないというのか、なんか往々にしてありがちな、やっぱりこう人間っていうのは表面的なもので評価してしまうところがあって、で、まあ、女性なんかは特に
そのスマートであることとか、その美しくあることを表面的なものばかりで、やりがちなんですけど、むしろそのもっと内面の美しさとかそういうふうなものをこう作り上げていくっていうようなことが成長であるっていうような、本当の美しさっていうのはどういうことなのかみたいなことを表現できたらいいなとは思いました。最後の質問になりますけど、はい、まあ、映画と VR、どこが似てどこが違いますか？私にとってやっぱり映画っていうのはそのリアルな人間とのセッションなので、俳優さんとか、そしてまあその景色や風景とかも、やっぱ吹いてくる風はリアルに吹いてきているというものをずっと待ってるっていうことなので、VR っていうのも本当全て作り上げる、プランニング の世界なので、そこが大きく違うなとは思いましたね。ドキュメンタリーから自分は映画をやっているので、特にそういうVR で作り上げる世界のことはもう本当計算としてすごいやっぱりやっていかなきゃいけない。アニメーションというのはもっともっとそういうふうなことだなというふうに思ったので、ちょっとこうエンドクレジットでもクルーの名前がいっぱいあったので、どういう人たちがこの作品をどういう思いで作ったのかっていうのはすごく今は興味があります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。